おはようございます塚原農園です、えー、今日は関口苗屋さんに来てます、えー、私は関口苗屋さんに、えー、継ぎ木苗など夏野菜の苗で色々、えー、いろいろとお願いしているところがあるんですけれども、えー、今年は、えー、変わり種のナスの品種を7つの品種、えー、木種から、えー、継ぎ木苗として その苗を作ってていいただいておりますその7つの品種の中で私も育てると同時に視聴していただいている皆様にもこの同じ苗を育てていただきたいと思いまして今年この苗を関口さんが作っていただいたものを私からプレゼントをさせていただきたいということで前回ご紹介をさせていただきました。 で今日はこの苗がそろそろ仕上がるということなので皆様の方にご連絡も兼ねてちょうど私も畑に今日は植え付けをしていきたいと考えていますそしてこの苗をお渡しができるのは5月1日からになりますのでそれ以前に来てもお渡しすることはできませんのでその辺は注意していただければと思いますまたいろいろと苗がありますので、まあ、見学がてらまた苗なども直接 農家さんではない方例えば家庭菜園で苗を育てる方とか一般の方でも苗は購入することができますので見学がてら見に来てた時にちょうどこの苗塚原農園プレゼントで育てている苗が欲しいんですけれどともっと担当の方に言ってお伝えしていただければこの好きな品種 苗、えー、ずつプレゼントすることが、えー、できますので皆さん是非 <laughs> 来てみてくださいで7つの品種の中でそれぞれ1本ずつなんですが7つ持って行ってて行も大丈夫ですただとろり馬なすだけ7つというものはこれはできませんのでつつつの品種にに対して1つずつになります、えー、いろいろと品種があるんですけれども、えー、メランツァーネゼブラメランツァーネ、えー、ビステッカースペリウォーレ 青大丸ナス、えー、そして、えー、ラテという品種ですねこれはトローリウマナスにすごく似てますがちょっと細いタイプグリルでイタリアナスそしてカモナスそしてトローリウマナスになります 私も今日はこの苗を畑に植え付けをしようと思うんですけどもちょうど5月の1日頃になればもう少し高さが出てくると思いますのでその頃になればもう畑に植え付けができると思います。 ここは茨城県古河市にある関口内屋さんというところなんですけれどもこれはグーグルで検索して来れる方のみですね場所など特に記載などはしませんのでご自分でお調べになって来れる方のみ私ができるようになっておりますのでその辺はご了承いただければと思います本当にとてもいい内に仕上がってますね そしてもう一つが継ぎ木苗ではなくて同じ品種なんですけれども大儀を使わず未生苗という種本来の姿で育った苗もありますのでこういう苗の方が欲しいという方はこちらの方もありますのでお声をかけていただければと思いますはいナスの畑に到着しましまた今回の7つの変わり種の品種これをこちらの畝の方に植え付けをしていきたいと思います。 今回の7つの品種のナスはすべて、株間ウマは 60cm にしていきます。まずはとろりウマナスから植え付けをしてきます。とてもいい苗ですね。これは継ぎ木苗になります。えー、ポリポットの表面の高さとウネの高さ、これ平らに、これすべてナスは、えー、そのようにして植え付けをしていきます。深く植えると病気が出ます。浅く植えると根付きが悪いです。では植えていきましょう。お、すごい、根鉢がいいですね。 この梅ドは昨年一昨ととずっと栽培をしていく中でこの苗作り苗屋さんが踏み込み温床で使ってきた床場から出たこバ梅ドですね稲わら落ち葉もみ殻などをこれを一緒に混ぜて踏み込んで使い終わったものいろんなものが混ざってますで植え付けをする時に初めて栽培をする方は マルチを張ったりマルチをしない方も雨があまり降っていない場合はこの植え穴のところに最初に水をたっぷりと与えてそれから植え付けをすると活着がとても早くなるのでその時にちょこっと液体肥料なんかを混ぜて植え付けをするといいと思います。私は植え付けをする前にポリポットの中に株元缶中とここら辺に与えてます。 い約 100cc ぐらいもしこの株元に植え付けをする前に与える株元間治の場合は約 200cc ぐらい注いでから植え付けをするといいですね。ウネに対して垂直になるようになるべくまっすぐ茎は曲がっていても全然問題ありません。 植え付けをしてそこは調整して最終的の植え付けをした後のこの仕上がりが垂直になっていればあとは太陽の光に向けてまっすぐと伸びますこのトローリウマナスというものは真っ白いタイプのナスになりますとても大きい形はベーナスにすごくそっくりですベーナスを真っ白にした感じ収穫した時の皮こう触った感じ すごく硬い感じがするんですが加熱すると皮もとろける中もとろける、えー、僕がナスの中で一番今のところ好きなナスがこのトローリウマナスになります続きましてメランツァーネラテというこれも白いナスになります、えー、先ほどのトローリウマナスにそっくりなんですがこれはどちらかというとチクヨマガナスセンリョナスのような、えー、長卵形の形をしている えー、ナスにすごく似てますそれの白いバージョンですねこれもすごく美味しいですこれも皮がちょっと硬いかなと感じるような、えー、収穫した時は思うんですけれども加熱するととても柔らかくて美味しいですトローリウムナスの方は、えー、もう油と相性が抜群なのでもう油たっぷりめの揚げるような、えー、まあ うーん、そういう料理がすごく向いてますね揚げナスこのメランツアネラテこれも同じように油で揚げて、えー、いただいてすごく美味しいですもちろん天ぷらでも美味しいですしでどちらの方が柔らかいかって言えばトローリウマナスの方が、えー、若干柔らかさはありますただこれも同じく、えー、トローリウマナスに近いほどすごく柔らかくて で数に関してはメランツァネラテの方が若干収穫量は多いですそしてこの成長していく土地のこの最高のま背丈なんですがだいたいキープしていくのがメランツァネラテの方はま人の身長ぐらいよりちょっと低いかなという感じですねで先ほどのトローリウマナスの方は人の身長ぐらいなので若干こちらの方が低いですね はい、次はメランツァネゼブラというナスを植え付けをしていきます、えー、このナスが一番派手かもしれませんね、えー、これは紫色と、えー、白のツートンカラーですすごく面白いです、えー、実っているものはまるでナスじゃない他の野菜じゃないのかなと思うほど見た目がすごくユニークですね ね、これは結構皮が硬いのであまり大きくせずに収穫するのがポイントかなと思います放置しておくと、えー、長ナスの中でもかなり長い、えー、30cm 近く伸びることもありますもちろんそこまで大きくさせても、えー、食べられないことはないんですが、えー、そこまで大きくさせてしまうとちょっとピーラーでナスの皮を全部剥いてしまうことにならない、えーまあ、そこまでしないと硬くなってしまうので、まあ、普通の えー、大体長なすぐらい約、まあ、2 0ンチ超えない程度で収穫していただければ、えー、普通に調理して、えー、これも、えー、油との相性が抜群ですでこれは背丈が結構大きくなります、うん、人の身長を時には越すこともあるんですけども、まあ、途中大きく伸びすぎたところは剪定していただければ、えー、すごくこれも数が、えー、かなりなります ただ最初収穫する時の、えー、初期の収穫時期が若干他に比べて、まあ、遅いかなとはなると思うんですがただりりり出すす。とと一斉にもう取り切れなないほどバーっとなりますでも千両ナスや、まあ、他かの畜陽長ナスなどと比べるとそこまでは全然収穫する、まあ、量は、えー、実ることはないんですけれども、まあ、これもすごく面白い品種ですね。 はい、続きまして、グリルでイタリアという品種名のナスになります。このナスも、えー、すごく面白いです、えー。紫色が結構強いですね。で、だんだんと太陽の光に浴びてくると、えー、黒っぽくはなってくるんですが、上の方が半分から上の方がいくらか真っ先が濃くて、形はど,、うん、どちらかというと、ベーナスに似てるかもしれないですね。とにかく大きいです。えー、これも、 油と相性が抜群でで、えー、僕が2番目に好きなナスです、えー、油と相性がとても抜群なので、えー、例えばトロリウマナスみたいに、えー、大きく切ってそれをステーキみたいに、えー、厚切りにしていただいて、えー、それをフライパンで油で炒めるともうすごく美味しいです皮も柔らかくもうどれだけ大きくしても、えー、柔らかいんですよね ま他のナスってやっぱり大きくすれば大きくするほど皮が硬くなりやすいんですけれどもこれはそういうものがありません。で以前、えー、フィレンツェナスっていう、まあ、これも多分イタリアのナスだと思うんですが、まあ、そういう品種をちょっと栽培したことがあったんですけれどもその種がちょっと手に入れることができなくなってしまいましてそれに近い形としてこのグリルでイタリアナスを えー、種苗メーカーさんで販売されている、まあ、種を見つけてから、えー、これを作るように今ではなりましたまあ、これも結構最初はまあ、スタートは遅いんですが成り出すと結構なりますそしてこれは背丈はすごいです、えー、結構人の身長を越しまして、えー、また横にも強い太い枝が、えー、だいたい胸ぐらい私の胸ぐらいの高さまで伸びても 横から出る即死が太いんですよね時にはこの中間から膝下から出るぐらいの即死が強く出ることがあるのでまあ、創生のバランスはすごくいいと思いますので台風の被害などにも比較的強い品種かなと思いますはい、続きましてメランツアネ・ビステッカ・スペリウォーレという品種のナスになります えー、これはとにかく茄子の中で一番名前が長いいかなと思います、えー、これは丸ナスにすごくそっくりですベナスみたいなものではなくていくらかちっちゃいカモナスみたいな感じで収穫するような感じですねもちろん大きくして育てて食べることもできるんですが若干大きくさせるとやっぱり皮目のところがかくなってきてしまいますので。 大体そうです、ね、野球ボールより気持ち小さいぐらいで私は収穫していますそれよりもちょっと大きくさせてしまうとちょっと皮が当たるかなとは思いますがでも皮が当たると言ってもやっぱりナスなのでそんなに気にはなりませんがこれもやっぱり油と相性抜群ですでさらにこの品種は、えー、丸ナスとカモナスみたいな感じで えー、細かく薄くですねスライスしていただいて漬物、浅漬け、えー、とか最高ですね浅漬けなんかで食べると夏の季節、まあ、食欲のない時でも、えー、これが、えー、夏のおかずとしてすごく私はこれ大好きでよく漬物作る時はこれで浅漬けやってますそして丸ナスといってもいろいろ品種があると思うんですが この品種は丸ナスと形はほぼ同じなんですけれどもただテカリ具合がすごいです黒光りしてますそして背丈はあまり大きくなりませんどちらかというとカモナスにほとんど近い育ち方をしますのでだいたい人の 胸ぐらいの高さ、まあ、高くてもそのぐらいキープしてせ、まあ、剪定をしてやっていく感じですでこれは初期の収穫なんですがこれはちょっと早いですねただ数は千両なすなどと比べるとやっぱりそれほど多くはないですけれどもでもやっぱり夏の最盛期に入ると食べきれないほど、えー、なりますで続きましてカモナスになりますもうこのナスはもう全国的に有名ですね えー、何の料理でも合いますこれは丸茄子ですね、えー。大きいものだと 1kg ぐらいと大きくさせることもできますが僕はうーん大体野球ボールぐらいよりいないちっちゃいもので、えー、収穫して、えー、食べてますすごいこの特徴トゲがすごいんですよね額のところへたのところもすごいたくさんトゲが、えー、とにかく鋭いものがあります。 これはまん丸タイプで、えーまあ、水加減によって多少つや、えー、など変わりますが水きちんと与えていくともう本当に光沢のあるすごく美しいナスですね。でこのナスはもういろんな食べ方ができるんですがやっぱり僕はこの鴨ですねあとはブツブツブツと切って、えー、煮浸しみたいにするのもいいです。 カツオだしなどと一緒に煮たりとかなすはほんとに煮浸し美味しいですもんねその煮浸しの中でもこの特に鴨ナスはまとろけるような柔らかさがありますでさらにこの鴨ナスを使った浅漬けも結構好きですただ浅漬けにする時はやっぱりちっちゃい方がいいですね野球ボールほどではなくてその半分ぐらいちょっと小さめで収穫したものを薄くスライスして それをやっぱり浅漬けの素とかでさっとやるともうたった1日で食べられるので,でさらにこれはアクが少ないので特に僕もこれ好きな品種です。でこの背丈なんですがカモナスは他のナスに比べて極端に背丈が低いです。あまり大きくさせないうーんだいたいいだた僕はいつも自分の へその高さぐらいもです、ね、腰よりちょっと高いかなっていうぐらいの高さで約1メートル2 0センチから5 0センチぐらいの高さでキープしてで、えー、まあ高いところでですね、まあ、それで、えー、他はもう剪定してこじんまりとして、ね、即死をいっぱい出させてで数をたくさん鳴らせるって、えー、収穫するような形でやっていますがちょっと鋭いトゲが結構 節、えー、枝からいっぱい出てきますので、えー、そのあまりにも混、えー、み合ってしまうと、えー、傷がついたりしますのであまり欲張らない程度に、えー、即死などは剪定しながら、えー、栽培していくとおいしいナスがたくさん取れます。はい、そして最後に青大丸ナスという品種のになります、えー、こちらもカモナスと同じようにすごく鋭いトゲを持っております。 成長具合はカモナスにすごく売り二つですね、えー、これは緑色の形をしているナスになります大きさとしてはうんカモナスにすごくそっくりですねあまり大きくさせずに収穫をする大体ソフトボール、まあ、手のひらで収まるぐらいの大きさで収穫していくようにするととても美味しいと思いますでこのナスは、えー、さっと湯通ししてで皮を えーまあ、つけたままま薄くススライスしますうーんそのまま食べられるまあもうほんとお刺身ですねナースのお刺身としてわさびじょうゆで食べるともう格別ですもう最高ですねまあそのぐらいアクが少なく柔らかいんですよねでトロ、えー、っとしてるわけじゃないんですけどもまあ電子レンジでラップして、えー、チンしてもいいです、えー、その時に、えー、切ってからスライスしてから お皿に、えー、例えば、まあ、牛たたきみたいな、えー、牛たたきみたいな感じで、えー、スライスしたものをお皿に並べてでサランラップかぶせて電子レンジでどのくらいかな15秒ぐらいでしょうか、えー、さっとチンして、えー、食べるととても美味しいですただ水がないとパサパサしてしまうのでチンする時は。 スライスして斜めに寝かせて並べたものに、えー、少し水で濡らしてから、えー、ラップすると、えー、それで15秒ぐらいチンするととっても柔らかくておさび醤油で食べた本当に美味しいですねまるで本当お刺身を思わせるような上品な、えー、食味がありますでこちらの方は若干カモナスに比べると収穫量は少ないかなと感じますが暑い季節になるとやっぱりすごく花を咲かせた分 収穫量もすごく食べきれないほど、えー、取れますただこのナスの中で、えー、この青大丸ナスが多分おそらく一番トゲが鋭いかなと思いますとにかくこれは、えー、収穫きちんとやっていかないと怪我しますそのぐらいトゲが鋭いものがあちらこちらに出てきます 今は成長点あたりだけですがこれが成長してくると横から出る側死からもうバラのトゲと思わうぐらいの太くて結構長いトゲが出てくるのでまたヘタのところからもすごいんですよね。えーまあ、きちんと気をつけていただければ、まあ、普通の一般的なナスと同じように。 収穫することはできますが、まあ、これは本当にナスお刺身でも食べられるぐらいアクがとても少なくでこの青いタイプの青って言っても本当の例えばこういうポリポットみたいな青じゃないですね緑のイボダケのような、まあ、こう葉っぱみたいな緑色です。はいということで今日は、えー、変わり種の、えー、7つのナスの品種の、えー、紹介をしながら、えー、ナスの苗。 植え付けをさせていただきました今回はこのナスの7つの品種を皆様にプレゼントをしたいということで前回も動画にさせていただきましたがこの苗は地元茨城県古河市にある関口苗屋さんにて置いてあります関口種苗店さんと場所が全く同じところにありますので google などで検索してご自分で来られる方のみ 5月の1日から苗をお渡しできますのでこれは早いもの順です先着順になりますこれは抽選ではありませんので早く来ていただいてなくなり次第終了になりますのでまたなくなったらまた動画の方で終わりましたとまあその動画で他でやってい ご知らせしようと考えています。また5月1日前例えば4月の30とか4月の29日に行きらっしゃっても苗はお渡しすることはできません。苗屋さんの方もちょうど今苗を農家さんに納品するのに農家さんが次から次へと来てますのでやっぱりちょっと今対応が全くできませんのでその辺もご了承いただければと思います。 もし5月の1日になった時は8時ごろから関口な屋さんは作業場ビニールハウスの方にスタッフの方々がいるとは思いますがその当日も農家さんなどが苗などをたくさん今取りに来ている方がたくさんいらっしゃいますのでちょっとお待ちいただくこともある。 ということで、まあ、お伝えしてくださいとお聞きしましたので一声かけていただいた後農場の方のビニールハウスの苗の見学とかはして OK ということなので、まあ、そのにして対応していただければと思います一応7つの品種約50苗ずつそれぞれ用意してますので5735大体いい300本から400本 えー、未苗も含めて400本から500本、えー、苗がありますがいつ、えー、苗はなくなるかは分かりませんのでできればお早めに5月1日になった時点でいらして是非見てください。 また苗を取りに来るのがちょっと難しいなということも考えてこの苗の企画の前にこのナスの種を自分で育ててみてはいかがでしょうかということで種のプレゼント企画は以前やらせていただきましたのでその方は未生内になるかと思いますがその方も基本植え付け栽培方法は同じになりますのでこれを機に一緒に今後動画を通じて楽しんでいただければと思いこのような企画をやらせていただきます いただきました。今日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。